これでも食らえ。本日もご視聴いただきありがとうございます。芝です。とうとうステージ6です。はい、ゴスラック、なかなか今回までフルオートで戦えてますが、どうでしょうか。今回のボスはフロストウィング、そしてまあサラムが、まあ、ボスというかサブボスみたいな形で出てくるんですね。で、氷のオベリスク、こちらが結構硬いですね。今回ちょっと戦ってみた感じではちょっと倒しづらいのかなと思いました。まあそれも結局はヒーローの選び方で変わってくるとは思うんですが、そして今回一緒に戦ってくれるのはこのベルセルク、アスラ。実はまともに持っていないので、スキルがどんな感じなのかというのはこの時点で全く分からずに、と考えてました。もちろん以前のゴスラックをやった時には使っていたでしょうし、その一過程の中では結構まあ見てたんでしょうけど、正直覚えてなかったです。はい、このウェーブ1、これでちょっとオベリスクの強さというか厄介さがちょっと見えてきた感じですね。オベリスクにたげられるとそのままずっと足止めをされるという形になって、結構戦いづらい。そしてまあ足止めされているところを別のキャラクターに攻撃されると結構まあダメージを食らいやすい、そんな感じなので、早めにオベリスクを対処するというのが一番いいのかなというところですね。なんて言ってもまあフルオートなんで、どうやって、タゲをまあずらすかというか、まあ戦ってくれるかというのは本当に AI というか、まあこのオート次第なんですけどね。このチャレンジ全体的に言えることは、やっぱり前衛と後衛がしっかりしているような戦いの中で、このヘイトを集める前衛キャラとしてのゴスラックに、それを、うまいことそのカバーしながら援護できるのは何かというと、やっぱり遠距離攻撃主体のキャラクターが、陣を、固めるというのがいいのかなというところです。で、今回も援軍という形で出てきているその後衛を攻撃してこようとするキャラクターたちが、まあ、結構ピンチにさせてくれて、さっきちょっと危なかったんですけど、うまいことペリシアの、このヒットポイント回復というのが刺さってくれて、まあそうですね、そのもっともっと異常なピンチがあるかというとそんなに多くはなかった気がします。はい、来ましたウェーブ3。はい、サラムが邪魔ですよね。こちらガツガツと、戦っているところを、まあフロストウィングがこのブレスで結構こう痛めつけてくれるという感じの戦い方ですね。で、まずここのところもオベリスクをなんとかしなきゃいけないんですが、よく見てみるとこの辺で気がつくんですが、アスラが結構前の方に行ってくれて、オベリスクをボコボコと叩いてくれる。なかなかこう気概があって優秀ですね。で、しかもアスラのヒットポイントが高かった時点ではもう完全にアスラに対してフロストウィングのターゲットが行っていて、おかげでこの辺戦い方が、誰がまあタンクなんだって話なんですけど、楽になりました。アスラもそんなにヒットポイントも高くないし、防御力もそんなには高くないので、単独で戦わせると辛いんですが、今回のようにちょっとタゲが分散して戦えるような感じだといい仕事をしてくれるような、そんな感じですね。もうサラムとフロストウィングだけですが、この2体しかいないとか、まあ1体だけじゃなくて2体いる時とかのこのジョアンの盾のパチ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 とこう往復する攻撃がとても刺さって痛くて、とても頼もしいですね。はい、勝てました。今回もフルオートです。このチャレンジが前編通してイカロスがすごく活躍した、そんなチャレンジだったんじゃないかとも思いますが、まあ、イカロスが主役ではなくて今回の主役はゴスラックですよね。これゴスラック単体をそのアタッカーとしても見ながら、その、まあ、タンカーとして、まあ、前衛に出していってヘイトをがっつりと効かせながら後衛だけでぴょんぴょん戦うかとなると、そうするにはちょっと頼りない感じなんですけど、まあ横にジョアンとか、まあ今回は
どれも使ってませんけど、まあ他のタンクに値するようなあのアルフレッド的なものとか、まあいても結構役立つのではないかなとは思いますね。でしっかりと HP 管理ができるような感じであればいいので、やっぱ回復薬は必ずまあ必要かなと。力で押し切るというのはなかなか難しい、そんな感じがしてます。まあゴスラックはコロシアムでもなかなか出てきてませんので、そういう意味ではまあこの限定チャレンジでゲットして、ちょこちょこと育てていく程度なのかなとも思います。はい、ということで今回のチャレンジ全6戦、終わってみれば全部フルオート、なかなか、今回はちょっと楽をさせていただいた戦いだったんじゃないかと思います。次回どのチャレンジになってくるか分かりませんが、また、また繰り返しの、ループの中で、拾えるキャラクターがいるのかなとも思います。次回もしっかりと攻略していきたいと思いますので、よろしければまた参考に見ていただければと思います。ではでは、柴でした。